住まい暮らし局の女性記者、蓬莱ライフがポップな話題をご紹介。というわけで、本日は、気泡中レールです。さて、これの作り方は極めて簡単。まずは適当な場所に気泡中の直線水路を作りましょう。続きまして、水路の両端に、泥ブロックやレールなどをご覧のように設置してください。あとは、水路の上に開いたトラップドアを設置するだけ。気泡中レール、これにて完成です。さて、トロッコを軌道上に乗せる方法も極めて簡単。泥ブロック上に重ね置きしたトロッコを、折り返しレールの方に押してから速やかにその場を離れるだけ。もちろん乗車することも可能。気泡中レール、ぜひご活用ください。ホライフニューストピックスでした。ご視聴ありがとうございました。